参加国列国議会同盟は主権国家の議会による国際組織である。本部はスイス・ジュネーブ。ジュネーブに本部を置く多国間政治組織の中では最も古いものとなっている。イギリスのウィリアム・ランダル・クリーマー協とフランスのフレデリック・パシーの提唱により1889年6月パリで設立された。誕生の背景には 機能主義的国際組織化の潮流があった。公用語は英語とフランス語。1922年のウィーン会議で検証が採択された。この検証はその後様々な修正がなされた後、1976年のマドリード会議で再構成された。現在の議長はピエル・フェルディナンド・カジーニ。列国議会同盟は 世界最初の政治的多国間交渉におけるフォーラムであるとされる。発足当初は個々の国会議員の参加による組織であったが、後に世界各国の主権国家における議会の国際組織に転換していった。1994年に政治活動における男女間の不均衡是正のための IPU、行動計画を採択した。二千六年十月十八日、 列国議会同盟は日本議員団の北朝鮮の核実験を緊急追加議題とする提案によって北朝鮮の核実験発表を非難し核開発の即時放棄を求める北朝鮮による核実験生命と核不拡散体制の強化決議を賛成897票、反対32票、危険240票の大差で採択した。2007年 ユニセフと共同で子供への暴力に対処するための国会議員向けハンドブックを発表した。2011年3月31日現在の世界の議会における女性議員の割合は19.2%であると発表している。2015年5月27から28日に日本で IPU 世界若手議員会議東京会合を開催し、 45歳未満の国会議員が参加した。ジュネーブ以外の同大会の開催は世界初である。2015年5月現在、世界166の国、地域が加盟している。設立時の加盟国であったアメリカ合衆国は分担金の滞納により、現在資格停止中となっている。定例会議が年2回開催されており、春に行われる上半期の会議は、 加盟国、地域のいずれかで秋に行われる下半期の会議は本部のある巡礼部で開催されている。国際連合との連携の強化にも力を入れており、ニューヨークに国連連絡事務所を設置している。列国議会同盟の歴代首脳中以下の8人がノーベル平和賞を受賞している。日本議員団は1908年に加盟し、1939年に 資格停止になった後、1952年に復帰した。衆参両院の全議員から構成され、団長に衆議院議長、顧問に参議院議長がそれぞれ就任している。日本議員団主催の会議は、これまでに、計4回開催されている。また、17名からなる、列国議会同盟の執行委員のうち、アジア、太平洋地域グループ代表執行委員として、 日本からは河原遼区衆議院議員が就任している。ありがとうございます。